和田拓也は、日本の男性総合格闘家、プロレスラー。東京都大田区出身、フリーランス、三歩四段、元ウェルター級、キング・オブ・パンクラシスト。小中学生時代から、プロレスラーに憧れ、自由が丘学園高等学校に進学し、レスリング部に入門。在学中に、プロレスから徐々に格闘技に興味を持ち、パンクラス入門を目指し卒業後に、 スポーツ会館サンボスクールに入門。パンクラスの入門テストは身長体重が足りなかったため、書類選考で不合格になり、階級性があるシュートを目指すことになる。サンボやコンバットレースリング、アマチュアリングス、アマシュートなどで実績を積み1999年7月16日、プロシュートデビュー。2000年3月18日、フランスで開催された。 ゴールデントロフィー 2075kg 級トーナメントで優勝を果たした。2002年10月1日付で竹内いずるとともにショートジム系 Z ファクトリーから SK アブソリュートに移籍。10月4日にシュートプロライセンス返上をシュートコミッションに通達し、10月7日付で受理された。2002年11月30日、初参戦となったパンクラスで、 伊藤数分と対戦し、判定負けを喫した。2004年2月27日、フロリダ州で開催された AFC で、ジョルジ・サンチアゴと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本負けを喫した。2007年2月17日、バドッグファイトで、スティーブン・ヘーグと対戦し、チョークスリーパーで一本負けを喫した。2007年4月15日、アブダビコンバット。 日本予選 77kg 未満級に出場するも準決勝で敗退した。2007年10月14日、パンクラスでキム・ヒュンクアンと対戦。2R にバッティングにより両者ともカットし、ヒュンクアンの傷口が深くドクターストップ。2R1 分40秒時点まで試合内容で2から0の判定勝ちとなったものの、翌2008年5月になって、 ノーコンテストに最低が変更された。2008年4月27日、ウェルター級ザンテイキング・オブ・パンクラス決定戦で、ジェイソン・パラチオスと対戦し、判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2008年10月26日、ロンタイトル戦で、トリセイ・マサヒロと対戦。キャリアの短いトリセイに判定ドローに持ち込まれた。二千八年十二月七日、第四代ウェルター級、 キング・オブ・パンクラス決定戦で、鳥瀬正宏と再戦し、判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2009年4月5日、防衛戦で、岩宮智義と対戦し、判定勝ちを収め初防衛に成功した。2009年10月25日、日本デビュー戦となった、浦健吾と対戦し、判定ドロー。2009年11月23日、シュートで行われた。 シュート VS パンクラスの対抗戦で山下志功と対戦しスリーパーホールドで一本勝ちを収めた。2010年4月29日に次期挑戦者決定戦に勝利した浦健吾とタイトルマッチで対戦予定であったが、浦との再戦はモチベーションが上がらないので辞退したいとして4月29日付でウェルター級キング・オブ・パンクラス王座を返上した。5月21日 SRC 参戦が発表された。2010年6月20日、SRC13 のウェルター級グランプリシリーズ1回戦でイジェソンと対戦し、2から1の判定勝ち。10月30日、SRC15 のウェルター級グランプリシリーズ準決勝で中村慶太郎と対戦し、パウンドによりギブアップ負けを喫した。 2011年より、競輪選手を目指し格闘技を引退。日本競輪学校103、改正入学適正試験を受験し最終選考で、不合格になり、競輪選手を断念。2015年6月27日、ハードヒットベイサイド、横浜大会で全日本プロレスの青木敦氏を相手に、復帰し、プロレスデビュー。2016年5月21日、全日本プロレス。 横浜大会に初参戦。同団体に所属する青木厚は中学時代からの同級生。7月2日、河村両デビュー10周年興行、河村ソウルでは青木厚とタッグを組み、鈴木陽一杉江、アマゾン大輔組と対戦した。12月29日、ハードヒットに参戦し、高山義弘と対戦。 2017年3月25日、ハードヒットに参戦し、勝村修一郎と対戦。引き分ける。2018年7月7日、ハードヒット、横浜大会で、高橋義夫と対戦。アームロックで一本勝ちした。2018年10月28日、ニコプロプレゼンツ、ハードヒット、君の寝技に恋してるで行われた第一回、ザイアンレスラートーナメントにおいて、 桜井竜太、松本総司を下しトーナメント優勝。2020年8月29日、富士通スタジアム川崎で行われた、キングオブハードヒット1回戦で、飯塚優に勝利。12月27日、新木場で行われた、キングオブハードヒットトーナメント準決勝で、松本総司に勝利し、同日行われた、決勝戦で、関根シュレック秀樹を、 膝十字固めで下し優勝する。ありがとうございます。